よし、やっていきます。というわけで、ただいまこちらではお湯を沸かしております。今日はめんどくさいんで天津飯食いたいんですけど、天津飯っぽいもんにします。というわけでやっていきます。まずはお酒、お酒です。大さじ1か2ぐらいかな、1ぐらいでいいかな。駅中華、これも大さじ1ぐらいかな。黒胡椒、まあ味は好みでやってください。駅中華ない人は醤油と中華だしとかでもいいと思います。ヘルシーごま油、オッケー。溶き卵2個分にします。ネギ、カニカマをほぐす。さあ、うまくいくのかな。初めてやってるんだよね。まあ、でも似たようなもんでしょう。麺が、卵がとろっとしてるかパリッとしてるかぐらいの差でね。よしよし、最後に水溶き片栗粉を流し入れて軽く混ぜましょう。うん、うー、いい感じじゃない？よし、これをご飯にかける。よし。よし。カップ麺もつけて、今日はこれでお昼ご飯を食べたいと思います。簡単だぜ。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで、本日は天津飯が食べたい時におすすめなお手軽天津丼でございます。はい、熱いです。帽子を脱ぎます。そしてこれも買ってたけども、多分今売ってないと思うんで、もう食べちゃいます。ピント、俺の思い出に浸んな。こっちじゃ、なんでこんなピントがバカになっちゃったんだろう。これなんかあんのかな、俺の設定が悪くなっちゃってるのかな。はい、ガツンとスタミナ醤油味ですね。はい、まあ、これでいただきたいと思います。巻きを、中的にはなんかこんな感じですね。うん、キャベツがたっぷりです。まあとにかく腹ペコなんで、もうただいまもう3時になっちゃったんで、さっさと飯食いたいと思います。というわけでいただきます。とにかくラーメンからいこうか、ラーメンからいこうかな。よく混ぜます。謎肉っぽいのが入ってますけど、多分謎肉ではないんでしょうね。すごい黒いかな。ヒント、おい、そうそう、液体がね結構ね黒い。まあ醤油やからそうか、黒いな。いただきます。カップヌードル食うの久々な感じするな、気のせいかな。そうやな、うん、ニンニクは臭い。確かにニンニクはガツンときてる。でも飛び抜けてうまいというわけではない感じかな。うん、損したって気分にもならないけど、リピはないね。いただきます。うまいっしょ。やだ、うまそう。いただきます。うん、あ、味付けが天津飯が天津飯。うん、あ、全然これでいいわ。一発でできるもん。
うめ。あ、うま。天津飯ですよ、ちゃんと。卵焼いてご飯乗っけて上から後からあん作ってってめんどくさいからねこれ一発。おまけにふわとろである必要がないからね、卵に。まあ実質ちょっとふわとろになるけど、あとまあフライパンの状態によっては卵をやった時にくっつくっていうような人とかやったらこっちの方が確実やね。うん、うまい。だって具材もちょっとやん、もうカニカマだけやもん。カニカマとネギぐらいっしょ。思えば全然具なんか入ってないよね。で卵のみたいに玉ねぎとかさ、そんな入れんでもええしさ。卵が半熟でどうのこうのも気にせんでいいっていうのであれば非常にいいかなと思います。うん、マジうまい。一気に食べちゃった。いや、それにしても今日も暑いですね、本当に。もう嫌になっちゃう。夏早く終わってほしいな。もう汗かきながら食うのが嫌なんですよ。かいちゃうけど、汗かいちゃうけどね。ただこの後水で顔洗うのがむちゃくちゃ気持ちいいけどな。なんかめちゃくちゃ久々に食うてる気がするの。そんな経ってるかな。そんなはずないと思うよ、カップヌードル。なんかこの麺がね、懐かしい気がする。熱っ。満足だろうな、ビッグ。ご飯とこう食べるのも久々な感じがするけど、あれこの間食ったか、ミニ塩ラーメンな。最近あんまね、汁物にラーメンが欲しい時はなくってさ、あんまラーメンライス的なことやってないけどな。久々にやると
満足度半端ねえわ。思えばこんなこと去年はずっとやっとったんかもしれない。去年ぐらいか、去年一昨年ぐらいは。置いたんだろうね、そういうのを求めなくなった時点で。そこまでね、たまには食いたいけど。ただ相変わらず米はうまい。いやこれ結構おすすめですよ。手軽で失敗しにくいし。うまかった。ニンニク食うとスタミナほんまにつくのかな。ニンニクに入ってる成分が何かそういう影響があるのかな。ニンニク食べたし元気なんだってあんま実感はないんやけど、割にニンニク食ってる方や思うけど。あった、暑かった。というわけでバチモソ協会、もうちょっと腹ペコやったんでね、がっついてしまいましたけど、お手軽天津丼とカップヌードルでした。ごちそうさまでした。1週間お疲れ様でした。明日から皆様良い休日を。私は仕事です。あっちー。